パンディア朝、パンディア朝、パンディア朝、パンジャ。発音としては、パンディアは、紀元前後から3世紀頃、6世紀末から10世紀初頭、12世紀末から14世紀初頭に、インド南端部で繁栄した、ヒル・ケー朝の名称。首都はいずれも、マドライだとされている。特に12世紀末から14世紀初頭に繁栄し、長羅ラ朝を倒した王朝については、 以前の王朝特別して、後期、パンディアと呼称する場合もある。パンディア朝に関する最古の記録の一つに、紀元前3世紀のマウリア朝のアショウカ王による、紀元前273年から同232年の間に刻まれた、マガイ小直の名文が挙げられる。また、ミナクシパーラムで、ジャイナ教徒に苦行で用いるための石を切り出して作った、寝台の石に、 紀元前2世紀から1世紀と同定できる名分が発見され、ネドゥンジェリアンが登場する。同時期のパンディア朝の鋳造貨幣の名分にも、この王の名を見つけることができる。一方、ヨーロッパ側にもメガステネスによるパンダイア伝承、ヘラクレスが娘のパンダイアにインド南部を支配させ、彼女の支配した地域もパンダイアと呼ばれた。ヤップリニウスによる女王国伝承、 インドのパンダイ王国は女王の治める国であるというものが残されている。これは南インドに現在でも女性を族長とする部族がいるが、そういった情報が歪んだ形でヨーロッパに伝わったためと考えられている。ストラボンは紀元前22年にローマ帝国にパンディア朝サからの使者が来訪したという記録を残している。パンディア朝サは最初。 コルカイというインドア大陸南端部にあった港の支配者であったが、やがてマドライに遷んとした。紀元後六0年から100年頃に書かれたエルトゥーラー海案内記には、パーンディアーザに関して、豊富な記述を見ることができる。例えば、ネルシンダ、ネルシンダは、ムツリス、ミューズリスと川を隔てた場所にあり、海辺から500スタジア離れた場所にある。そしてもう一つの王国。 パンディアンに属する町である。パンディアンは川のそばに位置し、海から150スタジア離れた場所にある。と書かれている。しかし、紀元前後から3世紀頃のパンディアーサについて、詳しい記録を残しているのは、やはり、パンディアーサの首都に建てられた文芸インシャンガムの会員であった詩人たちによる、シンガム文学、作品や正論の資料である。パンディアーサの君主たちは、 伝説上のシャンガム学芸員を保護したと伝えられ、パーンディアーサの君主たちの中にもシャンガムの死がいたとされる。シャンガム文学には、たくさんの詩人たちによってパーンディアーサの王たちの業績が伝えられている。タライアランガーナム、テイリオロングナムの戦いの勝利者と呼ばれる、ネドゥジェリアン、アーリア軍の征服者と呼ばれるもう一人のネドゥンジェリアンなどの王の業績が、 シャンガム文献の中で語られている。アカナヌール、アカナヌールやプラナヌール、プラナヌールの中に見られる、短い歌だけでなく、銃の調子、パッドをパッドーに含まれる、マスーライカーンシー、マザーカンシーと、ネドレバダーイ、ネジェナルバダイという二つの長大な作品にも、シャンガム時代と呼ばれる一世紀から三世紀のパーンディや、朝の社会の様子や、商業活動を垣間見ることができる。 ただし、シャンガム時代のパンディア朝における出来事の正確な年代を知ることは非常に困難である。残存しているシャンガム文献の時代すら決定するのが困難なのである。例外なのは、いわゆるシャンガム時代より後の時代に書かれたものであることで共通認識されている長編女子誌であるシラバーティハーラムと仏教に関する女子誌であるマニメーハラであって、これらの詩が 素晴らしい名手の形態を取りながら、私たちに歴史を伝えてくれる。それぞれの詩からは、詩人の記した本の奥付けにあたる、日付や詩の主題になる出来事、詩に関係する王や、族長の名前やその時代の業績についての賛辞を見つけることができる。詩人を援助した多くの王や、族長の名前を、詩の日付や稀に詩そのものの本文から見つけることができる。しかし、 同時期の異なった応答をお互いに付き合わせて並べてみるという策は資料の混乱や日付の資料価値に疑問を呈する研究者もいて実証には非常な混乱が付きまとっている。紀元前43年から同29年までパーアンディアーサが正論を支配したという記録2世紀には長羅町のカリカーラ王に従わされていたが210年頃の王であるネドゥンジェリアンが チョラ朝とケララにあったチェーラ朝の連合軍を破ったという記録がある。このようなパーンディア朝の繁栄を支えたのはスリランカとインドの南端の海岸で行われた真珠の養殖で当時世界でも最高級の真珠が生産されていた。真珠の取引を中心としたローマとの海外交易でパーンディア領内とオボシキ遺跡からはおびただしいローマ貨幣の出土を見ることができる。 シャンガム時代に平行ないしやや遅い時期の諸外国の記録として、中国の魚県によって書かれた三世紀頃の儀略に、バン、コシ、ジョーコーン、バングアドなる国について、バンコシ国、一名館越王なり、天竺の東南数千里にありて、駅部、駅州とスケッチ化し、その人の小先こと中国人と人し、食人の家、商人に至るがに、今年、との記述がある。 パンディア朝から、ベンガル湾を渡ってイラージ川を遡って、四川省に至る、いわゆる、西南シルクロードの交易路の存在を示唆している。また、ローマ帝国の廃墟者と呼ばれる皇帝、ユリアヌスの時代、361年にパーンディア朝からの使者が訪れている。ローマ帝国の交易センターは、パーンディア領のバイハ廃イ側の河口で、マドライの南東に位置する。 アラガンクラムにあった。パンディア朝サは、プトレマイオスアサ、エジプトと交易関係があって、プトレマイオス朝滅亡後はエジプトを経由して、ローマと通行があった。また前述のように3世紀の中国とも通行があった。1世紀の古代イギリシャの歴史家ダマスカスのニコラウスは、初代皇帝、アウグストゥスの知性である西暦13年に、ダマスカスでインドの王、パーンデンもしくは、 ポールズによって使わされた死者にあっている。四世紀から六世紀のパーンディア朝サの様子はつまびらかでないが、北方のマイソール地方から来たというカラブラ族の支配を受けたために独自の記録がないためである。パーンディア朝サの国分資料にはカラブラ族は仏教やジャイナ教を保護してパーンディア王がバラモンに与えた尊脈を奪った悪式支配者として記録され、そのような支配者から カドゥンゴーン、イ560、590、クライ590、620が独立を果たしたことが記録されている。カドゥンゴーン王の後継者たちは、西海岸のケララ地方にまで勢力を拡大したが、7世紀末のアリケーシャリー・マーラバルマン、クライ640、674、クライ670、マイナス700の時代頃から、 パンラバ朝との構想が激化した。マーラバルマンラージャ神派、クライ730から65の時、パンラバ朝とバーダーミノチャールキアーサの連合軍を破り、底力を示した。ジャリタ・バラーンタカ・ネドゥンジェリアン、バラグナ一世、クライ765から790、815は、西方のケララ地方のみならず北東のタンジョール、地方まで勢力を及ぼし、 パンラバ朝を脅かした。次のシュリーマラシュリーバラバ、ク十五815、830、862の時代には、セーロンを侵略し、その首都を陥落させる勢いであったが、パンラバ朝とラーシュトラクータ朝の連合軍及び、セロン王聖な二世に挟み撃ちにされて、首都マドライは陥落させられ、シュリーバラバ王は戦死した。その館長ラけのビジャヤラーや、 クライ846から871が、パンラバ朝とパーンディア朝が交想を繰り返す過程で、勢力を拡大し、パンラバ朝の風神、ムッタライアル家からタンジャブールを奪って、本拠とした。また、ビジャヤラーヤによって、パーンディア朝のバラグナバルマン2い。クライ862から880はシュリー、プランビアムで大敗し、ビジャヤラーヤの孫のアーディティア一世、 クライ七十一から九百七は、パンダバ朝の内乱に乗じて、主君のであるはずのパンダバ家のアパラージタを殺害し、その領地を併合した。バラグナ・バルマン二世の孫マーラ・バルマンラージャ・シンハ二世、クライ百、九百五、九百二十もバラアンタカチョーラ一世、クライ百七から九百五十五に、本拠マドライを陥落させられ、頼りの正論の援軍も破られその反とは、 併合された。パンディア王は、セイロンに逃れ、セイロンとチョーラ朝はこのことを契機に反目するようになった。マーラ・バルマン・ラージャ・神派二世の亡命により一旦、パンディア朝は、滅亡した。チョーラ朝は、チョーラ・パンディアと称する大使をマドライに置いた。パンディア家は、セイロンでの長く苦しい亡命生活を強いられることになる。しかし、12世紀末になって、 チョーラチョがすっかり弱体化してくると、ジャダーバルマンクラーシから、クライセン1 9 0から1216が、パーンディアアサを再建する。これ以降を、後期パーンディアアサと呼ぶ。次のマーラバルマンスンダラパーンディア一世、クライセン2 1 6から1238は、チョーラチョを打ち破って心臓部のタンジャブールまで、進行した。パーンディアアサの構成に苦しむチョーラチョは、 北西隣のカルナウタカ集中南部を支配していた、ホイサラアサに救援を求めた。元よりカーベリー川流域の支配を狙う、ホイサラアサは、チョーラ町と同盟してパンディアアサと戦うことになるが、ジャダーバルマンスンダラパンディア一世位、ン二1251から1268は、ホイサラチョーラ連合軍を打ち破って、コロマンデル海岸を、ネロール地方まで北上し、チョーラ町を、 首の皮一枚までのところまで追い詰めた。ジャター・バルマン・スンダラ・パンディア一世は、寺院を黄門で追った王という別名を持ち、海外交易の進行によって、経済的にも繁栄した。その一例として、原始巻二百十二も、馬八千号、マバルの国王は三段と呼ばれとの記録も見られ、中国との盛んな交易を物語っている。ついだマーラ・バルマン・クラーシェから一世。 暗い1268から1309は、ついに長羅町に止めを刺して、これを滅ぼし、その半島を平凡した。パンディア朝の繁栄は続き、マルコ・ポーロも、その繁栄ぶりについて記述している。しかし、晩年になると、息子たちビーラ・パンディア、大い戦勝期間1309から1345と、スンダラ・パンディア、 大い戦勝期間1309から1327による大い継承争いが起こり、クラーシェカライスイ自身もスンダラ・パーンディアによって殺害された。パーンディア朝は分裂状態に陥った。時同じくして北インドには強力なハルジー朝が起こり、スンダラ・パーンディアはハルジー朝に援軍を求めた。ハルジー朝のマリクカーフールは南インドへ遠征軍を引き、 ヤーダバーサ、カーカティアーサ、ホイサラーサの君主を次々に屈服させて、デリーへ連行し、パーンディアーサは、1310年、首都マドゥライに侵攻を受けた。ハルジー町の軍勢が引き返すと、今度は、ホイサラーサとカーカティア町の草刈り場のようになり、カーカティアーサには、カーベリカワシモ流域のティルチラパディまで侵入を許し、チョ町ラの土地の大半を奪われるような状にまで、陥った。 もはやパーンディア朝は王朝の実態を止めていなかった。14世紀中央、ビジャヤナガル朝が起こると、パーンディア朝の半島のほとんどは吸収され、マドライにはイスラム王国が建国された。ただし、パーンディア家自身は17世紀まで、ティルチラパンディ周辺の少量種として生き残ったようで、ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。